ですね、ドラクエ1。ジョンさん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。本日もよろしくお願いいたします。ごゆっくりしていってください。イワシさん、こんばんは。光あれおじさん連れて行きたい。こんばんは、いらっしゃいませ。本日もよろしくお願いいたします。ごゆっくりしていってください。オノリダーさん、こんばんは。明日からの仕事に向けて癒しボイス聞きに来ました。明日からですね、お仕事お疲れ様です。ぜひこちらの配信で癒されるかちょっとわかんないですけど頑張りますので、本日もよろしくお願いいたします。ごゆっくりしていってください。どん兵衛さん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。本日もよろしくお願いいたします。ごゆっくりしていってください。今日で3回目なんですけど、下手したら今日でクリアするかもしれないです。多分いけんじゃないかなって思うんですけどね。続きやるんですけども、前回配信終了時点レベル16なんですよね。レベル16で、ちょっとレベルをね、配信外で上げたんですよね。レベル20にレベル20まで上げてしまいました。うっかり上げてしまったので多分大丈夫なんじゃないかなと思っております。しきさん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。本日もよろしくお願いいたします。ごゆっくりしていってください。おそらく今日でいけるんじゃないかと予想。そうですよね、なんかやること、あともう残り少ししかない気がする記憶によると、私の記憶によればそんな残ってないんじゃないかなと思うんで、今日を倒せるかもしれないですね。じゃあ続きからやっていきましょう。次のレベルになるにはあと2606ポイント。はい、ということで、うっかりレベルが20に上がってしまったんですけども、変わったことといったら呪文強さで見たりいいのか。呪文を覚えたのがベホイミとベギラマを覚えて、おそらく覚えられるであろう魔法をすべて覚えました。ベホイミ嬉しいですね、ずっとね欲しかったんで。ベホイミと最後の一枠戦闘呪文何かなとね、ギガデインとか来ないかなって思ったんですけど、ベギラマでしたね。ベギラマを覚えました。じゃあ旅に出るんですけども、道具に関しては、この前前回着てた、魔法の鎧を売らずに一応預かり所に預けて、今はロトの鎧を着ております。
で、薬草を全部預けました。もうね、ベホイミもあるんでいらないかなと思って、鍵と妖精の笛だけ持って、前回見事に破れたメルキドの守り神ゴーレム君を倒しに行こうかなと思います。もうほぼほぼクリアレベル、ちょっと上げすぎましたかね上げすぎちゃいましたかね、やってしまったかもしれない。前回ゴーレム君と戦った時に、トヘロスゴーレム君と戦った時に妖精の笛使ってすぐ目が覚めてしまったんですけど、あれなんですかね、私のレベルが低かったせいなのか、たまたま目が覚めてしまったのかわからないですけど、まあ、こんだけ強くなったらゴーレムもいけるのではないかと予想して、ちょっと頑張ってみようかなと思います。じゃあ配信外のレベリングもメルキドの町の近くでやってたので、その辺にいるモンスターはもう苦労なく倒せるようにはなっております。もうトヘロス効かなくなってきたな。もう影の騎士も一発でございます。メルキドに行くにはアンこの下の橋かな。あー持ってるね持ってますね。はい、じゃあ頑張りましょう。お、逃げない。逃げませんよ。あと一発くらいかな。うわーもうやだえ、彼の HP は5とかですかね。配信外でも一回メタスラに遭遇して攻撃2回くらい出て逃げられたんですよね。で、藤原竜也並みのなんでだよー一人でね、やったんですけども、まだ一回も倒せてないです悲しい悲しい。なんでなんでそういうことするんだろうね。泣いてしまう、こんなん悲しくて。妖精の笛を使っても1ターンで起きる場合があるので、その場合は即もう1回眠らせって感じ。あー、じゃあたまたま1ターンで起きられてしまった感じですかね。泣いてしまうな、悲しかったな今。メタスラやられましたね。1のメタルスライムは結構好戦的で案外逃げませんって言った矢先にやられましたねやられましたね。これで3回メタルスライムに逃げられましたね。私失恋した気分です。両よりもメタスラ倒したい。メタスラ倒したいです。メタスラの方が倒すの難しそうまである。悲しいな。じゃあメルキドの守り神戦いましょう。道具、妖精の笛、プロ並みの腕前、勇者は音楽も楽器もたしなんでいると。あ、静かに、あ、静かに眠ってる、よかった。でも前回たまたま起きてしまったんですかね。早いな早ない起きんの早ない。でも攻撃力が高いから絶対眠らせながら戦った方がいいですよね。ちょっとね、レベル上がったことによってご利用しでいけんじゃないかっていう考えもよぎりましたけど、慎重に行きましょう。あ、眠ってる。さっき
いいね、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 いいね。あ、倒しちゃった。倒しちゃった。レベル上がったじゃん。しかも、あ、めっちゃ経験値もらえる。21になっちゃったね。やったぜ。え、本当に守ってただけ。なんか罪のないゴーレムくんを倒してしまった。本当に私は勇者なのだろうか。城塞都市メルキードへようこそ。ごめん、守り神倒しちゃった。話せばわかる子だったかもしれない、もしかしたら。どうしよう。え、ここじゃない、ここじゃないってこと。武器屋さんすごいちゃっちゃくてびっくりしちゃった。あ、でもなんかいろいろなお店がありそうですね。俺が聞いた話では、ロトの鎧は人から人へ、雪の布という男の手に渡ったらしい。で、ドムドーラにあったってことか。まあ、今着てるけど今着てるけど、雪の兵鍛冶屋、鍛冶屋、武器屋、武器屋雪の布さんの出身地っていうか、住んでた場所がドムドーラだったってことですかね。で、なぜか悪魔の騎士が守ってたみたいな感じなんですかね。竜王の爪は鉄を引き裂き、そして吐き出す炎は岩をも溶かすという。ブモチよ、それでも行くのか。誰だお前誰だお前、言え。それがいい、誰もお前を臆病とは言わないだろう。私が勇者だということを知っているのか。城の人かな。おう、あなたこそ誠の勇者だ。ローレシア城の人ってこと。あれ、ローレシアだっけ城。わかんなくなってきた。宿屋は一人だったらいいや。タンス、あ、守りの種大事。ベギラマとかも刺さりそうですが、どうでしょうか。物理でご利用しで押せましたね。しかも経験値が高いという。いけましたね。あれですかね、ゴーレム系のああいう物質系のモンスターには魔法の方が良かったですかね。めっちゃご利用しちゃいました。守備力を上げまして。毎度、今日は大根が安いよ。うん、お客さん、足の見たところじゃ大根には用はなさそうだね。道芸ならそっちの店だよ。八百屋さんだった。道具屋さん、竜の鱗とキメラのつばらさしか売ってないんだ。そうですか。キメラの翼もね、もうルーラー覚えたからいらないかな。おかず、うん、あ、八百屋さんで八百屋さんで主婦の方がお買い物してた。もし魔物たちが襲ってきたら危ないから、この町は砦の中に作られてるのよ。そしてその守り神のゴーレムを倒してしまった。大丈夫か、大丈夫なのだろうか。鍵か、まあ、鍵6個あるんで使っていきましょう。私の家は代々ドムドーラで店を開いていたんですよ。ところが雪の藤井さんの時、町が魔物に襲われて、やっとの思いでここまで逃れてきたそうです。幸い店は儲かっていて蓄えもあったので、私は楽な生活をしていますけどね。え、その時の店の場所、確か町の東の方だったと思いますよ。もう行ったんだよな。順度的にはメルキド行ってからドムドーラの方が正しかったのかな。あ、鍵やった。じゃ、雪の風さんもメルキドまで逃げてきたってことなのか。なるほど。で、ロトの鎧はちょっと持って逃げれなかったからドムドーラにあったということなんですかね。あ、ここにもあるじゃん、武器屋さん。
ールと同じだな。鍵で入れる場所にもうお店あるのかな。ちなみにこの地点での適正レベルはだいたい15ほどだそうです。21 上げすぎだ、上げすぎましたね。あんまり上げるとイージーゲームになっちゃうから良くないですよね。もう野生の敵と戦わないでいきます。縛りプレイします。聖水も大丈夫、トヘロスあるから。やってしまいましたね。なんかレベル足りないのかなと思ってレベル上げしちゃいましたけど、そんなことなかったのか。やってしまったな。MP も増やしまして、え、あ、この人は昔うちのじいさんがよく言っていたんです。友達のユキノフさんが何かすごい宝を自分の店の裏の木に埋めてたらしいと。一体それが何だったのか私も探していたんですが、外は危ないし、しねえ。ロトの鎧の話ですよね、多分。やってしまったな。あ、こんなとこに入り口があったんだ。あそこに誰かいるね。お墓。ここは魔物たちに襲われて亡くなった方々のお墓ですわ。どうぞあなたもお祈りしてあげてください。かわいそうに民間人は魔物と戦う術がないからな。あ、こっから、あ、あっちからも行けんな。先にこっちかな。あ、道具屋さんここにもあるんだ。同じもの売ってません？同じもの売ってんじゃん。同じもの売ってんね。あ、鍵ね。まあ、お金あるし買っとくか。うん、マックス。所持金もね、27,056 ゴールドですけど、それとは別に前回配信で預かり所に預けた2万ゴールドもまだ残ってるんですよね。ってことで今4万7千ゴールド近くあるんですけども、お金持ちだな。絶対そんな使わないよね、もう。切った！ここだ！炎の剣。攻撃力8上がる。炎、ん？何これ？道具として使うと、何回でも使える。道具として使うと、戦闘中に道具として使うとギラが出るみたいな、そんなんだったりするのかな。買いましょう。装備して、で、あとは三鏡の盾。お、守備力上がるね。最強の白銀の盾、何回でも使える。これが最強盾かな。道具、鋼の剣と鉄の盾はいらないか。鎧は多分ロトの鎧が最強ですよね。間違った。売ってこっか。鋼も3桁なんだ、売ると。まあこれでいいでしょう。純最強武器と最強の盾、最強の盾、これ以上はもういいの出ないですね。そしたら階段ある。ん？なんだこの人。かつてこの世界が闇に包まれた時、一人の男が空から落ちてきたそうだ。その男こそが勇者ロト。もしこの話が本当なら、ロトは神様の申し子だったのかもしれんな。これってドラクエ3の主人公のことですかね。私は3やったことないですけど、ざっくりなんかどんな感じかっていうのは知ってはいるんですよね。痛い。
落下ダメージなし。ドラクエ3の主人公がロトなん？そこはでも諸説ありますからね。諸説ありますから。そなたが印を求めるなら、この南の神殿に住む長老を訪ねるが良い。そこかな。あ、これロトの鎧だったら、この電流の床もダメージ受けない。ダメージ無効。やる。勇者のために祈りましょう。光がいつもそなたと共にありますよう。行きなされ、そして探すのです。ダダトームの城まで北に70、西に40を刻むその場所を。ちょ、メモ。メモ。メモ。メモしていいですか？ま、だ、正直これ配信外のとでやってるときに、なんか地面にびっくりマーク出るとこあったんで、多分そこのことだと思うけど、一応書いときましょう。北に70、西に40ですね。ちゃんとゲームの示された通りやりましょう。イエス。もう鍵使わないかな。一応マックスで買っといた方がいいかな。はい。あ、預かり所とか。あ、ここにも階段あった。預かり所、ないかな。あ、預かり所あった。引き出しましょう。道具。王女の愛。そういえば外で王女の愛使って。たことない、もしかして。はい、じゃあメルキドでやるべきことはこれで全部かな。行くぞ。確かビルダーズ2の主人公がこの町の出身でしたかみたいですね。なんかそんなことを言ってる感じですよね。また覚えてない。また覚えてない。ちゃんとね、ビルダーズ2の主人公の出身地は明確に言われていましたよね。覚えてないですけど。じゃあ王女の愛使いましょう。ローラ姫の声が聞こえる。あ、ローラ姫教えてくれたんだ、経験値。使ってないね。初めて使うかも、王女の愛。私のいるお城は北に57、西に28の方向です。文持ち様をローラはお慕い申しております。サンキュって感じなんですけど、これはもう配信外でこの辺ぐるぐる回りながらレベリングをしていたので、大体の場所はわかるんですよね。まあでもちゃんとね、王女の愛使っていきましょう。勇者文持ちはすでに下調べ済みなのですよ、神官様。そうなんですよ。なんか王女の愛を使ったギミックがあるっていうのは覚えてはいたんですけども、場所まではね、覚えてなかったんですよね。ちょっとこの辺を歩いてたら、なんもないのにびっくりマークが出る場所があって、そこでね、ピキーンとなったんですよ。点と点がつながって線になってしまったということですね。この辺でしたね。北に70、合ってますね。西に36の方向です。はい、ここでなんか北は合ってるから西の方向が違う。37、38、39、40みたいな感じですよね。これはもう配信外でここたまたま通ってしまったんですよね。まあ、びっくりマーク押しで A ボタン押さなかったんでね、 A ボタンは押しませんでしたが、足元を調べました。ロトの印見つけました。これびっくりマーク出ない仕様にした方絶対いいですよね。
妖精の笛もキラキラしてない方が絶対良かったと思う。元の多分ファミコン版とかは出ない仕様なんですよね、きっと。ちょ、ぬるゲー感出ちゃうから、これは隠しといた方が良かったと思うけどな。はい、じゃあ取るべきものは取ったので、どうしようかね。一回戻るか。で、預かり所。まず妖精の笛いらないですよね。妖精の笛と、あと王女の愛ももういいから、ごめん、ありがとう。で、お金ではなく道具の、雨雲の杖、太陽の石で、ロトの印を持って祠に行けばいいんですよね。行くどん。びっくりが出る圧倒的親切設計本当ですよね、絶対出ない方がよかった。隠してほしかったですね。それにしてもちょっとレベルを上げすぎてしまいましたね。そっかゴーレムの適正レベル15か。なんか前回ね、あっさり負けてしまったんで、そうは思わなかったんですけど、前回戦った時、そのすぐゴーレム起きちゃって、そこでビビっちゃったんですけど、ビビらずもう一回笛を吹けばまた違った結果になってたかもしれないですね。ここら辺のモンスターももうトヘロスで出なくなるくらい強くなってしまったんじゃないでしょうか。静かだ、めっちゃめちゃくちゃ静か。トヘロス様様だな。全然出てこない敵。で、ここですね。立ち去れって前回言われましたけど、持ってきたよ全部。神曲。偉大なる勇者ロトの血を引く者よ、今こそ雨と太陽が合わさる時じゃ。さあ、雨雲の杖と太陽の石を。ルモチは神官に雨雲の杖と太陽の石を手渡した。どうする、この人が魔物だったらこんな簡単に信用していいのか。おう神よ、この聖なる祭壇に雨と太陽を捧げます。初めてのホワイトアウト。あ、光った。さあ祭壇に進み、虹の雫を持っていくがよい。ちゃんと本物でしたね、神官。神官かっこ本物でした。虹の雫。すごい順調に来てしまったな。ロトの印はこの人に認めてもらうためのものだったんですかね。ロトの印を握りしめた。ブモチの全身に勇気がみなぎってきた。よかったね、行こうか。これロトの印って本当に勇気がみなぎってきただけこの神官様に認めてもらうためだけのアイテムなのかな。どういうことなの。
なぜか毒沼の中心に埋まってましたが、これはもう先代勇者が毒沼で落としちゃったんですかね、うっかり。うっかりさんだな。まあ、先代勇者ってもう、ロトだと思っていいんですかね。ロトをうっかり落としちゃった的な感じですかね。で、まあ、ここですよね。じゃあ、ここじゃないとこで使うとどうなんだ。文町は虹の雫を天にかざした。しかし、ここでは何も起こらなかった。何も起こらない。ここでは？おー、再びホワイトアウト。普通の橋かかった。普通の橋かかった。せめて、ね、キラキラの虹の橋がかかればよかったのに。来ちゃったな。え、めちゃくちゃ順調に来ちゃった。あ、そういえば新しい剣になってんだ。炎の剣になってる。だから、剣で切りつけた感じも炎の剣っぽくなってんだ。いや、強くなってるね、攻撃力。じゃあ、行きましょうか。いざ行かん。竜王の城へ。王女見てる？イエーイ、王女見てる？みんな見てる？行ってくるよ。うん。あれだね、リレミと違う。レミーラ使わなくていいのが嬉しいですね。道分かれてるな。どっち行けばいいんだろう。これ何？周り毒沼ってこと？玉座が怪しげに光っとるな。ここは？あれ？向こうが正規ルートかな？もしかして。いや、いるじゃん。レミーラいるわ。レミーラいるんだよな。いやー、洞窟なー。やだなー。コヘロスが使えないのが嫌ですよね。でもこれが最終ダンジョンですもんね。ちょっと迷いながら進みましょうか。へ、こっちが正規ルート？まあ、一回進んだから奥まで行こうか。行き止まり。え、悪魔の普通悪魔の騎士普通に出てくる。この松明に何かあったりするのかな。かがり火か。ただの飾りっぽいな。こっちか。こっちに何かあるかな。え、ぬ、何もぬ。え、何もない。もしかしてこっち、そんなことがありますか。え、鍵まで、あ、鍵まで使って来たのに。え、何もない。マジか。レミーラ使わなくてよかったし。やってるな。MP の回復手段がないのがあるんですよね。MP の回復手段欲しいな。もうドラゴンとかも普通に出てきますもんね。玉座の後ろに調べろと言わんばかりのキラキラが一瞬。そうですね、もう玉座の後ろを調べるっていうのは覚えてましたね。これはあのビルダーズ2とかでもあったっけ。あったよな。初代ビルダーズかビルダーズ2かちょっとあやふやですけど、ビルダーズにもこの
ギミックが利用されていたので覚えてる。もしかしてここ意味がない？まあいいや、隅々まで調べましょう。一応なんかあるかもしれないしね。でも結局ベギラマーとか覚えたけど使ってないな。使わずに来てしまったな、ここまで。な鍵を返して、私の鍵を返して。2回目に会心が出るあるあるですよね。じゃあもうここに行くしかないんだな。ウマチは自分の足元を調べた。玉座の後ろから風を感じる。爽やかな風を感じる。なんと階段を見つけた。主張激しかったですからね、めちゃくちゃ。ここしかもうないのか。一本道じゃないですか、実質。で、ここ開けろと。鍵めっちゃ使ったわ。足りなくなるかな。ま、でも一回途中で戻って鍵を補充したりとかした方がいいのかな。どうなんだろう。ダンジョンで持ち物いっぱいになるパターンもありえるんで、このままさすがに竜王のとこに行くっていうのはないかな。MP もどんどん減ってますからね。大魔道くらい一発で倒してほしい感じありますけど、さすがにそこまではいかないのか。すごいですよね。でも黄色い布布をかぶった変態みたいな魔法使いはまだなんかグレーの布だからまだなんかわかるけど、あのピンクの布の人と、あの今の黄色い布の大魔道と、ちょっと派手すぎですよね。自己主張が激しい。この布の下がどうなってるかでも気になりますよね。人間が入ってたらどうしよう。あ、暗くなった。あ、でも一本道だ。本道ですね、完全に。最後の最後でそんな親切設計あります？これまでの洞窟の方が迷ってきたよね。キースドラゴン、キースドラゴンに襲われた。そんな強くなかった。あ、でも分かれ道だ。めっちゃキースドラゴン出てくる。布をかぶった危ない人は3で嫌ほど出てきます。そうなんですね。魔法使い系統のモンスター3は、3はなんか大体の
大体のなんかゲームの仕様とかざっくり知ってるけど、どんなモンスターが出るとかまでは把握してないんですよね。間違った。ちょっとエンカウント率高すぎて無意識のうちにトヘロス打ってたな。こっちかな。あ、ストーンマンだ。あ、会心。ストーンマンはね、ビルダーズで仲間にしてるんでね。あ、こっちに階段ある。正規ルートかな、こっちの方が。とりあえず進んでみますか。ここは行き止まりだね。あ、わかんないもう。わかんない。あ、階段あるな。私恐怖症まではいかないですけど、なんか暗くて狭いとこすごい苦手なんですよね。怖い。怖い。だから洞窟とか実際絶対歩けない。なんか閉じ込められたらどうしようとか思っちゃうな。あ、レベル上がっちゃった。レベル上がっちゃったな。めちゃ強。階段2つですかね。いやー、もうわからんな、これは正規ルートなのか。正規ルートで行ったら宝箱の取り逃しとか絶対ありますもんね。だから正規ルートじゃないとこから行きたい気持ちはある。崩落とかの危険性がゼロとは言えないですしね。そうなんですよね。絶対もう閉じ込められたら出れる自信がない。絶対無理。え、なんか、あ、大丈夫かな。え、これ正規ルートでは。どうしよう。この階段降りたらもう竜王とのバトルが始まるとかっていう仕様だったら泣いてしまうかな。一回ちょっとだけ。あ、そんなことなさそう。いや、でもなんかこの松明の感じは正規ルートかもしれない。ここまで宝箱と何も遭遇してないけど、そんなことある。絶対道他にもあったし、そっち行った方が良かったかな。いや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 、死神の騎士とか出てきた。さりげなく BGM も変わってる。変わってました。まずいな。ちょっとここ来ちゃいけないとこだったかな。やってしまったかもしれない。ちょっと見るだけで、ラスボスは見覚えか。やばいやばい。これビルダーズ
の二の前に。あ、でもここにも階段ある。階段ある。これまだ先があるということは、え、さすがにでもここに竜王はいないよね。先があるということは、やりがちですからね。ちょっと見るだけとか言って。あ、何この空間、何もないんですけど何もないんですけど、びっくりしちゃった。いかにもちょっと竜王の匂いがしてきたら引き返しましょうか。オルガナオルガナ、え、宝箱は、宝箱ないんですけど嘘でしょ。こんだけラストダンジョンだしさ、拾おそうな感じなのに何もないことはないでしょ。ちょっと宝箱出しなさいよ。あ、あそこにいっぱいあるえ、ここに集結してるってこと。すごい魔法使ってくる。結構パワー系みたいな、ま、見た目してるのに。回復するか。お意味でいっか。モハロにいますね。いましたね。なんでや。あれ、これ外側回ってくと竜王のとこ行くな。行くな。やめとこう。宝箱だけもらって一回引き返して、え、絶対取り逃しあるもんだって。他にも道あって、とりあえずこっち行こうできたのに、正解のルートを歩いてきてしまったな。オルガナ、リオオルガナ。呪いのベルト。怨念が実体を持った。何もわからん。アクセサリーですよね。キメラの翼、ダースドラゴン。このダンジョンに最強武器あるんでしたっけ？ありますよね、絶対。だってロトの鎧があるということは、三日神の盾が、え、さい、え、空っぽ最強盾だとしたら、ま、ロトの盾はないんでしょう、きっと。でもさすがにあるでしょうよ、剣が。リオのドといいな、いいですね。かわいかったですね、ちょっと。これもリメイク版ならではの感じのドットになってるんですかね。空っぽ多くない？空っぽ島かな。薬草。あの、ちょっと待って。薬草とかも使っていいわ。不思議な木の実。うん、ちょっと正しい道を来てしまったようだな。ロトの剣は回収しておきたいですね。そうですよね、絶対ありますよね、ロトの剣。最後の最後でね、炎の剣ってことはないでしょう、さすがに。勇者たるもの、ロトの剣がないといけないですよね。いや、多分見逃してますね。ロトの剣探ししましょうか。ここには何もなかったね。
またこうして敵と戦うことでレベルが上がってしまうんだな。どうしよう、竜を楽勝に倒してしまったら。階段ない。じゃあこれまでの道で分岐してる場所でちょっと道を間違えて正しい方来てしまったんだな。え、やめろやめろやめろ。じゃあ一通りこの最終ダンジョンを探索したら一回お城に戻って全回復して、なおかつ冒険の章に記録をして竜王に挑むみたいなプランがいいのではないでしょうか。もうなんかいかにも正しい道っぽいとこ来てたないかにもだな。やめて。あ、なんかここにもあるじゃん。あれ？私はどこから来た？私はどこから来たんだ？こっから来た？いや違うな、こっちの方が先なのかな。こっちはまだ来てないですよね。なんかいろいろ階段ありましたもんね。マホトーン。でも物理しか使ってないんだよな。ベギラマ覚えてから一回も打ってないんですよね。ダンスドラゴンですら魔法を使ってくるのに、勇者ときたら脳筋すぎる。あれ？ん？あれ？何これ？え、怖い。同じ道が続いてる。なんだこれ。え、何これ、怖い。無限ループ怖くない？あれ、なんか迷子になってる。やめて、やめて。いやでもな、なんか MP は結局回復とかレミーラに使いたいから、そう考えるとベギラマ撃つ余力はないな。お察しの通り無限ループ。これじゃあ間違った道ってことですかね。これ戻んないと永遠にループする可能性。レベル上がっちゃった。レベル上がっちゃったよ。どんどん強くなっちゃう。もう魔法も覚えないのに。いや、無限ループ怖いな。あ、ここダメなんだ。もうこれは違うのか。間違った道ってことですかね。上から来たのか。多分どんどん下に下がってる感じですよね。じゃあこの階段から登ってきたのかな。ちょっと、ま、でも一回この前にも分岐があったと思うんですよ。ここは何もないや。いかにもだって今宝箱を 見えましたよね。取ってないのあるわ絶対。やめて。ここ入りましたっけ？入ってこの野郎この野郎この
の野郎。ですよね。あ、宝箱普通にスルーしてる宝箱普通にスルーしてたな。502ゴールド薬草。サンキュー、サンキュー薬草使っちゃう。でその前にも道の分岐があったと思うんですよ。ここか、この前か、この前にもここですね。ここ分かれ道になってて迷ったけど、迷って正解ルート来ちゃった感じですか。レミーラで MP なくなっちゃいそう。あ、じゃあ合ってるのか。その前にもじゃあ分岐があって見逃してるポイントがあるんですかね。まあ、絶対ありますからね。ロトの剣探します。このエンカウント率をなんとかしてほしいな。え、さっきの無限ループのとこはさすがにないですよね。無限ループのとこは違うと信じたいですけど。あ、そういうことするんだ。起きて。ベホーベホ意味でいっか。あ、全開しちゃった。全開するんだ。ベホ意味すごいな。なんかそこにだっていかにもみたいな空間ありますもんね。どうやっていくんだ。この階段から来たの？どの道から来たか覚えてないの？こっちとか行ったかな？この辺って探索したかな？洞窟の中でもトヘロスが使えたらな。わあ、どうだろう。この辺歩いたかわかんないな。え？わかんない。わかんないな。わかんないな。迷子だな、完全に。
来た？こっから来てるね。こっから来てるね。じゃあこの道は正しい。ここをこの先にあった階段はもうここ一本道だったから、ここは間違ってないんだ。一旦地下4階まで潜って戻ってくる感じのルート。地下4階まではじゃあ合ってたのかな。一旦じゃあ来たとこそのまま進んで、どの地下潜る感じで行きましょうか。こないもんね。ないから、じゃあどっか見落としてる階段があったんですよね。ちなみにこっちって言ったっけ。敵めっちゃ湧くな。敵がすごい湧くからどん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 強くなってしまう。どうしよう、竜王ワンパンとかで倒しちゃら、さすがにそれはないか。そこまでは強くない。行き止まり。行き止まり。入った時はご丁寧に、なんか ラストダンジョンとは思えないくらい一本道とか調子こいたこと言ってたけど、普通に迷ってるな。ほんとなんか調子こいてすみませんでしたって感じだな。そろそろ大魔導くらいワンパンしたい。ワンパンできないかな。ここのルートは合ってたってことですよね。何もなかったから、何もなかったよね。うん、何もなかった。で、左に宝箱があって、こっちに道が。階段は行き止まり。ここはもう何もない。となるとやっぱ上に登る階段すればあったっけ。ここの階、さっき下に降りて無限ループしたけど、あ、ここじゃないか。こっち？あ、わかんない。わかんなくなってきた。とりあえずこれも下でいいのか。ここ3階？地下3階？ここが地下3階。迷子だな。あ、
うですよね、ここ下に降りたら無限ループだったんですけど、こっち行ってないですよね、そういえば。やだやだ、行ってないじゃないですか、やだ、初めて来るじゃないですか。いかにもあるじゃないですか、宝箱あったじゃないですか、ありがとうございましたロートの剣、装備めっちゃ上がるじゃん。めっちゃって言っても12か。まあこうですよね。はい。ん？終わり。間違った。勇者ロトの伝説の剣ありました。ロトの印とかも勇気がみなぎるだけだから預けてきた方がいいですよね、絶対。道具として使うとっていうのはちょっと道具として使ってみるか、一回装備して一回敵と戦って確かめましょう。ここ他に何もないですかね。あとはもうこっちに行ったら竜王の住処に行ってしまうから、これで道具として使うってことでしょ。弱ギラ、ギラかな、ベギラマじゃないでね、さすがに。あらドラゴン系に炎効かない。これはもうロトの剣ですよとは見逃しはないかな。ちょっとロトの剣も使います。まあ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 って感じだな。あ、レベル上がっちゃったレベル上がっちゃった。もう竜王のとこに着く頃には25になってそう。うん、これで全部見たでしょう。一回帰りましょうか。このプラス12というのが実際すさまじい補正らしく。そうなんですね。もう確かに、でもレベル1個上がるだけでめちゃくちゃ強くなるんで、結構大きいプラス要素ですよね。またここに来なきゃいけないのか。こんなに近くにあるのに、こんなに近いのにすごく遠い悲しいな。じゃあ、待って、預かり場に預けようか。ロトの剣やっと見つけましたね。いやー長かった、ここまで。預ける。お金だって、こんな、17000ゴールドとか持ってなくていいでしょ。でも一応預けとくね。もったいないから。ロストしたらもったいないから。預けましょう。あとは、一応炎の剣、キメラの翼、ロトの印。ちょ、呪いのベルトどうしよう。呪い解いてくれる人いた気がするけど、いや、わかんないかな。鍵買ってこっかな。鍵売ってましたっけ、ここ。城の方か。あとは竜王倒すのみ。そうですね。あとは竜王だけですよ。長かった。長かったなぁ、だな。鍵買ってきましょう。よし、この人でしたっけ、呪い解いてくれる人。じゃーじゃー、あ、じゃあ HP か、この人。
んか呪い解きますみたいな人いた気もしますけど、あ、めんどくさいからいや大丈夫だよ、結構強くなったし倒せるよ。世界の半分までもうすぐやります。世界の半分もらっときます。一回なんか直前でセーブみたいなの、あれですよね、中断機能しかないですよね。でも一回世界の半分もらうとこ見たい気もしますけど世界の半分もらうとこ見たい気もしますけど、とりあえず行きましょうか。行くよ姫、姫行ってくるよ。大臣は？じゃあ世界に光を取り戻しに行きますか。やるしかないなんかめっちゃ強くなってる、 MP めっちゃ増えてる。虹の橋かけるんだったらもうここにかけてほしかったですよね。ここに かけてほしい。虹の橋言うくらいになったら、こっからここにいて、こっから魔王竜王の城までかけるんじゃないの。ここにかけてよ。かける場所違うんだよな。早い、トヘロスが早い。もらったらビルダーズの世界へ一直線そうですよ、そうなんですよ、闇の世界をもらうことになっちゃいますからね。さくやさんいらっしゃいませ、こちらにも遊びに来てくださってありがとうございます。ごゆっくりしていってください。これ直前でセーブできたらいいのにな。そしたら闇の世界気軽にもらえるのにあそこまで行かなきゃいけないですからね、闇の世界もらったら。え、そういうことですよね。その場でゲームオーバーって感じですかね。え、どうです皆さん、闇の世界見たいですかご希望があれば闇の世界いただきますけど、なければこのまま討伐しちゃおうかな。竜王虹の橋かける場所違うんだよな違うんだよな。あ いきなり襲いかかられた。もう一回トヘロス使えなくて、いやトヘロス使わないと すぐ出てきますね、わらわらと。闇の世界を求めちゃった結果がビルダーズ1の彼という、なんかあれですよね、あのなんだっけ、アラクレじゃなくてカンダタじゃなくてあれなんて言うんでしたっけ、あの覆面おパンツマン覆面おパンツマンの彼ですよね、闇っぽい感じの。レミーラ、皆さん闇の世界見たいですかという激アツ中にフレーズ、確かに確かに見せてやるよ闇の世界よみたいな中二病が過ぎるな言ってて恥ずかしくなってきた、急にどうしよう恥ずかしくなっちゃった。あれどっちの道だっけ、上か。バーサーカーでしたっけ、バーサーカーでしたっけ、なんかバーサーカーでしたっけ。
バーサーカーでしたっけ？わかんなくなってきた。はい、どこ、あ、こっちだ、こっちこっち。なんか結構ムキムキでしたよね。上半身裸で覆面かぶってでパンツ履いてた気がする。ブモチといえば一度は逆の道を歩もうとしてしまう癖があったような。まあ見れるもんだったらね、見ときたいですよね。選択肢どうせドラクエもう一回聞いてくれるでしょみたいなとこありますからね。でも闇の世界闇の世界じゃなくて世界の半分の方はもうだってもらったらゲームオーバーになっちゃいますもんね。これはニュカシの魂が脳に映ってる説がありますね。ありますよね。右手がうずくって言い出しますよ、そのうち。どうしましょう。どっちだっけ。あ、こっちじゃない。やられた。あのタイプの雑魚敵が3によく出てくるんですよね。そうですよね、なんか3から出る感じですよね。だから多分名前がわからない。ドラクエ11になんかサブクエじゃないですけどクエストで神田田海賊団みたいなのがあった気がしますけど、それとはまた違うんですよね。黒胡椒のクエストの多分他にちゃんとモンスターの名前があるんだろうけど、どこここか。何回も迷子になったんで大体覚えてきた。世界の半分もらった結果をもう見ちゃってるからな。まあそうなんですよねそうなんですよね。世界の半分もらった結果ビルダーズですからね。ビルダーズは私は配信ではやってないですけど個人的にはやってるし実況とかも見ちゃってるんで、まあ普通にじゃあ竜倒しに行きますか。あれどこだっけここ、あ、いいの、ここ、ここだね。黒さん、こんばんは、初見です。初見さんいらっしゃいませ。どうぞ、ごゆっくりしていってください。ドラクエビルダーズの BGM、ここから、ん？全部ここから引っ張ってるのね。ドラクエビルダーズは、そうですね、メインは、ドラゴンクエスト初代から引っ張ってきて。でも、多分1以外の音楽も、使ってたりしますよね。あの3のフィールド曲とか最後のショーで使ってたりとかしてた気がしますね。もらっちゃうとまた竜王のところまでやり直しになります。そうなんですそうなんです。まあ、道覚えちゃったから迷わずには多分来れますけども、まあね、世界の半分もらったとて多分闇の世界よって言って画面真っ黒とかになってゲームオーバーみたいな感じに多分なるんで、それはもう今回やりません。世界の半分もらわずに行こうかな。ソーナンスがいる。ソーナンスがいらっしゃるな。え、でもドラクエ1はまあまあそんな迷わずに来れますね、まだ自力で。なんかドラクエ2のラストダンジョンすごい迷った記憶あるんですけど、ラストダンジョンまでの道めちゃくちゃ迷った気がするんですよね。ロンダルキアのとこから迷った時がまだ子供だったからめっちゃ迷っ
たのかもしんないですけど。なんで竜の前でこんなこんな苦戦してんだ。いやー来てしまったな。ここまで MP めっちゃ温存してきた。ホイミベホイミベホイミでいいか。よし、じゃあ行きますかって言ってまたエンカウントしそう。もうここまで来たらエンカウントしないか。2の終盤は結構本気で殺しに来てますね。そうなんですよね。ちょっと2は子供にはちょっと優しくないなと思いました。子供ながらにもうやらないって思った記憶しかないんですよね、ドラクエ2って。そうだよそうなんす。じゃあ行きます。うん、装備バッチリ、強さレベル24まで上がっちゃった。行きます。よくぞ来た部持ちよ。わしが王の中の王、竜王である。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方になれば世界の半分を部持ちにやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。なりたい。世界の半分欲しい。世界の半分欲しい。世界の半分欲しいけど、ちょっとここまでやり直すの大変なんで家で行きます。なりません。どうした、世界の半分を欲しくないのか。悪い話ではあるまい。欲しい。世界の半分欲しいけど、いいえ。ではどうしてもこのわしを倒すというのだな。愚か者め、思い知るがよい。早い。竜王、これ竜王のあの黒い部分ってあれ髪の毛なんですかね。すごい独特なヘアスタイルをしていらっしゃる。はい、マホトーンとか効くんですかね。やってみます。マホトーン効かねえな効かねえな。攻撃しますか。普通に魔法トーン効きますか効かないのかな。あ、ベホイミ使うんだ。まだ大丈夫。これもあれかな、剣ゴリ押しの方がいいのかな。でたまに回復するみたいな。あっぶ、あっぶ、これ寝ちゃったらもう大変よ。まだ大丈夫、寝ない、寝、あ、倒しちゃった。まあ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 、まだ、竜王だから。竜王だからね。倒しちゃった。竜王の姿が次第に薄れていく。ひらがな竜王ですからね、まだ。来た！この、さあ、この携帯の竜王好きなんですよね。この携帯の竜王大好きなんですよね。ここで一旦コメント読みますね。胎児の力が宿るまでは待とう。待とう。あとのスピンオフ作品で味方にすることはできます。できるようになります。竜王を、竜王、あれモンスターズとかではなくモンスターズですかね。私ドラクエモンスターズやってた時はこの竜王のね、あのさっきの変な髪型の方じゃなくてこっちのドラゴンタイプのね、ドラゴン形態の竜王をね使ってたんですよね。テリーのワンダーランドで竜王戦頑張って、ありがとうございます。倒しちゃいました。あ、つばめさんこんばんは。パワー筋肉んだってやつですね。こんばんは、いらっしゃいませ。本日もよろしくお願いいたします。ごゆっくりしていってください。
世界の半分と書かれただけの看板はいらない。渡してきたらやだな、理由が。はい、じゃあこれ世界の半分って言って看板渡してきたら嫌ですね。26ポイント。雑魚の攻撃だな。そうですね、私の方が攻撃力は上回ってましたね。回復される間に筋肉で押し切れと。うん、やっぱ脳筋ゴリ押し通常攻撃が一番いいんですかね。ドラクエビルダーズ1と同じようになると予想。世界の半分ですかね。まあでも結局ね、まあ、ネタバレにはなりますけど、ビルダーズもちゃんとねビルダーが倒しますからね。竜王ラスボス伝統の第二形態来ましたね。かっこいい。こっちの形態の方が絶対かっこいい絶対かっこいい。まあ、今のね、私の配信のサムネに使ってるのもこの竜王の竜ってことですよね。竜王かっこいい、大好き。こっちかっこいいですよね。この漢字の竜王の方めちゃかっこいい。ビルダーズ1でけっ…ん?ビルダーズ1で城結構破壊されてたまあ城は破壊されてましたね。それを自分で作りましたね。はい、じゃあコメントを読んだところで、漢字の方の竜王第二形態の方来ましたね。でもまずは回復をしたい。やめて。あー BGM 変わった。なんかどうなんです、ラスボス戦の BGM としてはちょっと微妙じゃないですか。なんかこれラスボス戦前のこの竜王と会話してる時にさ、これ流れるんだったらまだわかるけど、どうなんです、この曲盛り上がるとこありましたっけ。ちょ、一回ベホイミしていいっすか。激しい炎、おー効くね。一回攻撃する。うーん、さっきよりやっぱ強いな。大丈夫かな、速さでいったら。でも自分の方速いから、あと一ターンはいける。で、多分あれですよね、ブレス系の攻撃使ってくるから魔法は多分やってこないですよね。てか多分ラスボスとかに魔法とん効かないですよね。パワーパワーパワーで押し切ります。大丈夫かな、ちょっと BGM 合ってない感じしますよね。なんかもうちょっとかっこいい曲使ってほしいというかなんかラスボス戦っぽくない感じするな。威圧感全振りの BGM。 そうですね、威圧されてるのか。あ、でもなんか結構耐えれるな、このブレス系の攻撃。最初めっちゃ食らうと思ったけど。いや、食らう、え、なに、え、なに、ランダムランダムなのか。ベホイミ。あっぶな、先制されることもあるんだ。ちょっと、もう一回回復しとくか。怖っ。危なかった今、すっごい危なかった。調子乗ってやられるいつものやついつものやつになるとこだった。あ、どうしちゃった。やっぱレベル上げすぎレベル上げすぎ、レベル上げすぎたかもしれない。倒しましたやりました。筋肉は 99% の努力と 1% の才能すごいな、やっぱ努力をしないと筋肉はつかないということですね。そして力の種を食べるみたいな感じですよね。連続で攻撃された時が怖いそうなんですよね、
やられましたね、一回。HP9 まで減りましたね。怖かったな。火の息は手加減。激しい。火の息と激しい炎があったのか、ちゃんと見てなかったかも。そっか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 。ナメプされてたんですね、私。で、やばいと思って、激しい炎を吐いてきた感じでしょうか。倒しました。パチ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 。ありがとうございます。魔王城とかフィールド BGM 感でもありそう。歴史ある初代にケチつけないでもらって。すいません。ごめんなさい。この BGM が悪いというわけではなくてですね。決してね。このボス戦前の BGM だったらよかったなとか思って。なんかもうちょっとなんか緊迫感のある BGM の方が雰囲気出るかなとか思いました。竜王、貴様は弱すぎた。倒しちゃいましたね。ちょっと私が強くなりすぎてしまったかもしれないです。パチ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 。これで世界全部もろた。確かに竜王を倒したということは世界のすべてを手に入れたということも同然かもしれないです。やったぜ。次はレベル99まで上げてくるといい。そうですね、ちょっと私に対抗するんだったらそのくらい上げてもらった方がいいかもしれないですね。世界の半分もらうまでもなかったですね。そうですね、倒しちゃった。全部だこれで。じゃあ竜を倒しました。ブモチは光の玉を竜王の手から取り戻した。光の玉をかざすとまばゆいばかりの光が当たりに溢れ出す。あ、今日3回目のホワイトアウト。これバックで誰かが縦ごと演奏してくれてんのかな。世界に平和が戻ったのだ。戻った。お花咲いてる。お花咲いてる。え、ここは相変わらず。お花咲いてる。これは何ですかね。野生のモンスター出なくなるんでしたっけ。あ、毒沼だったとこが全部花畑になってる。そういうんだって、すんでしたっけ。モンスター出ないね。トヘロスが効いてるわけでもなく、あ、毒沼が。洞窟は、洞窟もエンカウントしなくなってる。かつてこんなにまでスムーズに歩ける洞窟があったでしょうか。せっかくなんで歩いて帰りましょうか。敵湧かないし。お花畑になってる。かわいい。これちなみに町の人と話すとどうなるかな。え、リムルダールも行けばよかった。ちょっと待って、セリフ変わったりするかな。わーい、嬉しいなったら嬉しいな。は、これセリフ変わる？もしかして待っちゃった。あんたは本当に大した男だよ。うちの亭主も少しは見習ってほしいものだわ。絶対セリフ変わるじゃん。ついに竜王を倒されたのですね。ええ、助かりますとも。見てください、この世界のすがすがしさを。これは世界に再び平和が戻った証。ありがとうございました。変わるじゃん。ちょっと見ていきましょうか。まさかあの竜王を倒してしまうお方がいたとは。あなたこそ誠の勇者です。なんでみんな知ってんだろうね、私が倒したって。話は聞いたぜ。人は見かけによらないって言うけど全くその通りだよな。こいつは無理だなって思われてたってことですよね。ちょっと傷つくな。生きているうちにこの国が平和になるとは思わんかったの。長生きはするもんじゃ。ありがたやありがたや。よかったね、おばあちゃん。あなた様のおかげで平和が戻りました。どうもありがとうございました。とんでもねえだ。ありがとうございました。
おかげでこれからは安心して遠くの町にも商売に行けます。全員分あんのかな、間違った、よかった、平和が戻ったなんて、なんてまるで夢のようで、今日は商売する気になれませんよ。本当にありがとうございました。ちゃんとお店の人のセリフもあるのいいですね。え、平和が戻ったって、どうひゃー、びっくりしたな、もうパフパフの夢見てた人だな。この世界が平和になって、この温泉にももっともっと人が来るようになるわ。そうしたら私もいい人と巡り会えるかもね。私とかどうでしょう、いかがですか、世界救った勇者とかどうですか。こんなにのんびりした気持ちでお湯に浸かるのは何年ぶりかしら。前はお湯に浸かっていても心までは温まらなかったものね。今お風呂入ってんのかな、パフパフしてくんないの、パフ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 してくれないんだ。ここの毒沼もお花畑になってんな。あ、出ちゃった。え、世界救った勇者様、パフパフはどうですかって言ってほしかったな。パフパフしないんだ。パフパフ。どうじゃ、わしの言った通りであったろう。その剣のみが竜王を打ち負かされる、打ち負かせられる剣だったのじゃよ。なんて言ってたか覚えてないな。ちょっと記憶にないですね。お主ならきっとやると思っておった。このわしの目に狂いはなかったわけじゃな。ファッファッファッファー。あ、ちょっと。ブモチ殿、さあ早くラダトーム城に。まあそうだね。王様も知らせを受けてあなた様の帰りを待っているはずですぞ。やっぱ光が世界に溢れて、あ、竜を倒したんだっていうことがね、みんなにすぐに分かったってことなのかな。勇者ロト万歳、勇者ブモチ万歳。ありがとう。うん、ここは一緒か、商人は同じセリフなのかな。クリアが恒例のエンカウントなし。じゃあエンカウントないんで平和な世界を歩きましょうか。ちょ、リムルダールとあと祠のじいさんとこにも行きます。せっかくね、ここに、あ、もうリムルダール行けばよかった。ここにいるから、ちょ、リムルダールと行ってよしじゃなくてなんだっけ、立ち去れ、ここから立ち去れのおじさんにもちょっと話しかけていくか。毒沼が花畑に、この仕様ビルダーズにも適用してほしかったな。そうですよね、あの特に初代ビルダーズのリムルダールとか毒沼のままだった気がしますもんね。まあクリア後は分かんないですけど。じゃあ話しかけまちょっか。竜王、うん、まあ同じセリフの人もいるのか。やべ、同じセリフ。やべ、この辺同じセリフ。あ、待ち合わせしてた二人が出会ってる。この辺は一緒だな。あなたとってもかっこいいわよ。男の中の男ってあなたみたいなことよね。分かってんね。分かってる人いたわ。あなたならやってくれると思いましたって。私の何を知ってんだって感じしますけどね。少年は？少年。ああ、言ってたね、それは。割とセリフ固定されてるな。これって鍵なくても、これもしかして鍵なくてももう扉開くかな。間違った。
通に鍵消費してる。鍵買えるかなこれ。パターン決まってるな、セリフ。あ、やっぱなんか役割があるキャラクターはセリフ違うね。すべては神の御心のままに。王様もきっとお喜びでしょう。ありがとうおばあちゃん。占いのおばあちゃん。モブは同じセリフだな。あ、ごめん、もう一回。すべては古い言い伝えのままじゃった。世界が闇に包まれるとき、再びロトの勇者現れ。ルモチよ、そなたこそ誠のロトの勇者じゃ。ありがとう。ロトの名に恥じない戦いをできたかな。ここガライアか。あ、そうですね。あれ、マイラ？ん？マイラ？ん？マイラ？うん。マイラガライア。マイラ・ガライア地方わかんなくなってきた。やっとロッコに会えたの。もういつもとろくさくって嫌になっちゃうわ。ロッコの持ってた笛が平和を取り戻すために役に立ったの。ふーん、無関心。ロッコおったらとろくさいだけじゃなかったのね。ポッみんなポッなんだな。ありがとうございました。あなたのおかげで彼女に嫌われなくて済みました。ポッポッと、ポッがね、対照的ってことかな。温泉でナンパなんてそんなひどい。違うんだローラ姫。ローラ姫違うんだこれは。ちょっと気の緩みが、ちょっとした気の緩みなんだ。さて平和が戻ったことだし、わしは研究の続きをしようと思うんじゃよ。何度使っても壊れない魔法の鍵の研究をな。あれ、これ鍵、鍵売ってもらえない。鍵売ってもらえないんだ。じゃあもう鍵2個しか残ってないから、入れる場所限られてくるな。鍵だけに買いだめしときゃよかった。買いだめしときゃよかったな。そしたら、じいさん見てた？ねえ、見た？ねえ、見た？よくぞやった、ブモチよ。精霊ルビス様のもきっとお喜びのことじゃろう。ルビス様はこの地を作られたお方。そなたのことを見守っていたはずじゃぞ。ルビスの話ってそういえば全然出てこなかったよね。ルビス様、全く出てこなかったよね。いや、祠の BGM いいな、好きだ。うん、あ、そういえばさ、どうしようか、マイラの北東じゃない、北西にあるさ、祠にもうおじいさんいたじゃないですか、雨雲の杖くれた。あの人のとこにも行こうかな。ビルダーズのリムルダールはクリア後、空は明るくなりましたが、町周りの毒沼はそのままなんです。そうでしたよね。ちょっとなんか惜しい感じしましたよね。せっかく空は青く晴れ渡っているのに、毒沼そのままみたいな感じでしたもんね。まあ、ビルダーズはそのね、章をクリアすると別の地方に飛ばされてしまうから、リオを倒した後にね、リムルダール行くとかできなかったですけど、せっかくだったらね、毒沼全部花畑になれば、もうちょっとここにいてエルとイチャイチャしようかなとか思いましたけどね。
その説はそなたの力を試させてほしいなどと失礼つかまっつった。なんでできる人なの。そなたこそ誠のロトの血を引きし勇者、伝説の勇者の再来であった。そなたのことは後々の世にきっと言い伝えられていくじゃろう。見事じゃったぞ武持ちよ。この人はすごく偉大な人ですね。愚か者よ立ち去れとか言ったじいさんもいたけど、いやこの人はできる人ですね本当に。どこかのじいさんは立ち去れとか言ってたけど、できるじいさんだな。世界の半分をと突きつけられた時に心が揺れたことは、みんな秘密なみんなに秘密な勇者武持ちであったとさ。絶対に言えない、絶対に言えない。めちゃくちゃ悩んだことはみんなには秘密。世界の半分もらえるんですかってなっちゃったのはマジで秘密。ガライア、ん？ガライ、ガライア、ガライ、ガライの町。あ、もう一回言って。ラララララ、世界に平和がやってきた。ありがとう、ありがとう、勇者武持ち。と、いかがですか？まだ始めた、ん？始めだけですが、きっと素晴らしい歌にしてみせますよ。ありがとう。これ呪いの歌を歌ってた少年だよね。もう一回。あんたがロトの勇者だったとはね。そのあんたがうちの宿屋に泊まってったこともあるだなんて、あたしゃ鼻が高いよ。泊まったか。ローラ姫と一緒に泊まったのかな。で、ゆうべはお楽しみでしたねって言われたのかな。あとは一緒かな。ここの鍵も開けたいけど、鍵があと2つしか残ってないんですよね。やめときますか。鍵売ってくれればいいんだけどな。全く出ないですね、敵。敵が出ないとこんなにスムーズに歩けるんですね。さすがにドムドーラはなんもないかな。ドムドーラは一応行ってみるか。あ、誰かいる。おや、あなたには私の姿が見えるようですね。私の名はガライ。かつてこの地を旅していた銀遊詩人です。かつてここドムドーラもそれはそれは賑やかな町でした。ほら、こうして目を閉じるとあの頃の情景が浮かび上がってきました。あ、 BGM 変わった。 BGM だけ変えてくれた。これはクリア後に出てくるのかな、ガライは。ちょっとね、メルキドとドムドーラ多分行く順番逆だったんですよね、私。あ。毎回、あそこでガライに話しかけないと変わんないんだな。曲が変わるだけでしたね。ここの毒沼もお花になってたね。ロートの印が埋まってたとこは、あ、うん、特になんか変わってるとかなかったな。ガライさんいたんだ。そうですね、ガライさんいたんですね。これはリメイク
リメイクっていうか移植版のやつなのか、もともといたのか、どうなんでしょうね。まあ、モーブーは言ってることは一緒かな。鍵がね、鍵はちょっとラダ当分まで取っとこうか。見てください、竜王の島の上の空があんなに澄み渡って。本当にどうもありがとうございました。構わんよ。あ、この人はなんかセリフ変わるかな。あれあの占いのおばあちゃんと同じだな。うん、これシスターみたいな見た目の人はこれを言うみたいなの決まってんのかな。八百屋さんは、ああ一緒だった。主婦の人は、夕食は何にしようかしら。今日はおめでたい日だから、とびきりのごちそうにしなくっちゃね。セリフ違うね。あれ、あれ。じゃあこの中のおばあちゃん、この人はなんか特殊なセリフあるでしょ。鍵あと一個しかない。よくぞやったブモチよ。精霊ルビス様もきっとお喜びのことじゃろう。聞いたよそれ聞いたよ、もう祠のじいさんから聞いたよ。これで全部かな。じゃあルーラで帰りますか。間違えました。こうやってクリア後の世界を自由に歩ける RPG というのは何気にレアなのかも。確かにそうですよね。昔のゲームならではって感じなんですかね。今のゲームはもうなんかストーリーね、クリアしたらエンディング入って終了みたいな感じですからね。街の方はなんか特別なセリフ言う人いないかな。うん、そうだよね、多分いない。あ、あの倒れてた人は、この人ずっとここで屍になってんの。誰か誰か見つけてあげてよ、だし私も誰か連れてきてよっていうか弔ってあげてよって感じなんだけど。あ、めでたいの。しわくちゃな顔がますますしわくちゃになってもうたわい。いいことだよ。よかったね、おじいちゃん。余計なお世話だよ、見かけによらないって。失礼だな。はい、じゃあお城行こっか。光あれおじさんだな、まずは。光あれおじさん。すべては古い言い伝えのままじゃった。世界が闇に包まれるとき、再びロトの勇者現れ。ブモチよ、そなたこそ、まことのロトの勇者じゃ。いや、光あれおじさんは、他の人とは違うセリフを言ってほしかったな。お兄ちゃんがあの竜をやっつけたんだよね。すごいや、すごいや。あ、閉じ込められている。あ、この先行けないんだ。じゃあもう鍵も使って行けないんだね。あっちとか行きたかったけどあのね、太陽の石くれた
おじいさんとこにも行きたかったけど、行けないのか。いや、みんな、お出迎えモードだね。まあ、聞いたかな、この辺。この辺は町のモブたちが行ってたのと一緒っぽいな。王様待ってんね。ずっと待ってたんだろうね。ごめんね。オーブ持ち。すべては古い言い伝えのままであった。あれ？そのセリフ、どっかのおじいさんも言ってなかった？すなわち、そなたこそは勇者ロトの血を引く者。そなたこそ、この世界を治めるにふさわしいお方なのじゃ。それは言ってないね。え？どうじゃ、このわしに代わってこの国を治めてくれるかな。しかしあなたは言いました。選択肢じゃない、ここ。あ、ブモチ喋ってる。ブモチが喋ってる。いいえ、もし私の治める国があるなら、それは私自身で探したいのです。そうか、そういうことならもう止めない。ブモチよ、気をつけて旅立つのじゃぞ。あ、姫、待ってくださいませ。温泉でナンパなんてひどいですわ。そのあなたの旅にローラもお供しとうございます。このローラも連れてってくださいますよね。ローラ姫戦えんの？てか、ローラ姫自分で歩けんの？いいえ、そんなひどい。聞かなかったことにしてる。聞かなかったことにしてテイク2始めた。ローラ姫だって自分で歩けんの？ドラゴンにさ、囚われて助けた時はずっとお姫様抱っこだったけど、ちゃんと自分で歩いて戦いますか？逆に聞いていいですか？ちゃんと自分で歩いて戦いますか？しょうがないな。嬉しいございます。さあ、ブモチの新しい旅立ちじゃ。もう歩く気ないじゃん。あ、ちゃんと演奏してる、トランペット。はい。じゃあ、ローラ姫はもう自分で歩く気はないし、戦いなんてできません。私がもう守りながら新しい土地に行って国を作るしかないみたいですね。いつもの方々。いつもの神の方々。いやー、クリアしましたね、ドラゴンクエスト1。はぁ、いや、短いけど楽しかったな。久々になんかドラクエやりましたね。ナンバリングのドラクエをやった。楽しかった。家からの恒例の無限ループ。まあ、はいをするまでも絶対聞かないふりしてましたもんね、ローラ姫。すごいな、顔の皮が厚くていらっしゃる。戦力にならんやつはいらん。そうですね。まあ、でも国を作って、そこでね、子孫を残すことも勇者の務めなんですかね。その役割ってことですかね、ローラ姫は。ちょっとエグいな、そういうと。アディーナ姫くらいなら喜んで一緒に行くのに。アディーナ姫は、6?6? 8? わかんない。戦えるお姫様なのかな、確か。クリアおめでとうございます。ありがとうございます。無事にクリアしました。やりましたね。楽しかったな、ドラクエ。家ということを許さんのなら最初からはいかイエスでお答えくださいって聞いてくださいよ。そうですよね、もう完全にはいはイエスでしたね。クリアおめでとうございます。次は2ですか。そうですね、次は2ですね。はい、ということで The End ということで終わりました。ありがとうございます。あ、で、これで
最初に行くんだ。これさあ、セーブデータどうなってんだろう。星マークとかついてるかな、ちゃんと。あ、じゃあいました。オートセーブから再開するもあるけど、クリアしたデータ残んないんだクリアしたデータ残んないんだね。そっか、アリーナ姫は4、あ、4か、4わかんないんですよねその何でしたっけ、天空シリーズでしたっけ。天空シリーズ全くわかんないんですよね本当にわかんないんですよね。やってみたいなとは思いますけど、やれるね、その機械がねないな、手元にスイッチとかね、 PC に移植してくださればできるんですけどね。2はストーリー的にも直接話がつながってますね。そうですね、1と関わりもありますし、あとはビルダーズ2もねやったんで、配信でちょっとね2やるの楽しみですね。2は一応1回だけやったことあるんですよね。クリアまで多分やった気がする。ただすごい前にやったんで、本当に1より多分記憶がない1より記憶がないから、本当に1より記憶をたどりながらやらなきゃいけない感じになりますね。4は今からやるならスマホになるんですかね。あ、4から6か。そっか、スマホ版か。スマホな、ちょっと今うんちスマホうんちスペックスマホなんで、スマホ変えたらか、まあ移植を待つかって感じですかね。はい、ということでね、ドラクエ初代クリアしました。ありがとうございました、お付き合いくださいまして。で、まあもともとね、ドラクエ1の配信やる前に言った通り3を やりたくてね、その前に1、2やりますっていう宣言をしてるんで、次はねドラクエ2をやるんですけども、明日はルンファクの配信がありまして、あさって16まで私夏季休暇でございまして、16に配信をするんですけど、16にドラクエ2やるか、それかビルダーズ2の作業配信やるか、ちょっとまだ迷ってるんで、それのどっちかをやれたらいいなと思ってます。どっちやるかはね当日決めますなのでね、よかったら遊びに来てくださると嬉しいです。いずれにしてもね、2は近いうちにまた始めるんで、またね見に来てくださると嬉しいです。長期休み羨ましい。そうですよね、なんか何気に結構休みありましたね今年。ありがたく休ませていただいております。明日からねお仕事ということで、頑張ってください明日からお仕事の方。あとはもう土日もね休まず働いてくださってる方、本当にお疲れ様です。どうぞごゆっくり休んで疲れを取って、またねお仕事に臨んでいただけたらと思います。夏季休暇羨ましい、クリアおめでとうございます。お疲れ様でした、ありがとうございます。お疲れ様でした、クリアおめでとうございました。次回配信も楽しみにしています、ありがとうございます。次回もねぜひ見に来てください。16日が夏季休暇そうなんです、ありがたいことにちょっと16までお休みでございます。17からですね私は仕事再開するの、休ませていただきます2はそこそこの長丁場になる予感。そうですよね、結構2って長いですよね、すごい長いですよね。まあ、仲間もね2では増えて、ちょっといろいろやることが増えるんでね、結構長丁場な配信になりますけど、ぜひお付き合いくださいませ。じゃあ今日はこのくらいで終わろうかなと思います。よかったらチャンネル登録高評価いただけますと幸いでございます。クリアおめでとうございます、ありがとうございます。無事クリアできました。
それではお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。ぶもちゃんボイスに癒されたので明日から頑張るぞ。ぜひ頑張ってください。お仕事頑張ってください。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。